はい、どうもゆきです。ロックマンエクゼ4トーナメントレッドさん実況プレイ続きやっていきましょう。ようやく3周目のクリア後まで来ました。なのでここからデータライブラリを埋めながら裏インターネットのさらに奥を攻略していくところですね。まあ、とりあえず移動しましょうか。ここですね。ここが6つの魂の共鳴、6つソウルを持っていると開けられますよと。で、この奥の、ここどこだっけ、裏インターネットここだ。ここをさらに攻めていくと。あ、ちょっと待って、これバグチャージ取れたんじゃね。なんか5大暗黒チップ1個取れた気がする。これあ、ラッキー、バグチャージ取れた。これ後なんだけどな。まあいいや、動画にしとこう、ここも。ってことで来ました、裏インターネット5の一番奥。見知った顔がいますね。 S の証、しかと見たり。スタンダードチップを全て集めることができました。これで通れるようになりました。さあ、ボルテオ。あれ起きない。あ、全然起きないぞ、この石像は。うわ、どうしたロックマン。わからない。だけどこの石像の前に立った瞬間に僕のソウルが揺れ始めて、響く、響くぞ。どうしたんだ。声が、声が聞こえる。俺には何も聞こえないぜ。感じる。俺と同じ戦いを好む、まがまがしき血塗られたダークソウルを。この声は、僕の心に直接語りかけてくる。目覚めの時が来た。目覚めの時。何が起こるんだ?石像が飛んだ。うわ!来たー、ホルテ。そのまさか。お前のダークソウルは戦いを求めている。そして俺に語りかけてきた。戦えと。真に戦いを望む敵意に満ちたソウルに俺のソウルが共鳴した。ソウルユニゾーン、フォルテクロスロックマン。貴様のソウルの声が俺を長い眠りから解き放ったのだ。僕は戦いなんて望んではいない。俺は戦う、ソウルの赴くままに。ネット君来るよ。どうあっても逃げられないみたいだな。なら前に突き進むだけだ。行くぞロックマン。バトルオペレーションセットイン。強大なダークソウルを持つ者よ、戦え。さて、行きやすか。フォルテさん、やりましょう。 HP2000 か。 HP あるね、 HP あるね。ブラインドが割と刺さった記憶があるんだよね。あとは一旦これで様子見るか。とりあえずパネル取って、ブラインドを確実に当てたいから、この辺ならあったんじゃないの。移動中かこれ。あ、オッケー。よし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 、カウンター入った。これってカウンターでなんか強いのは打てそうにないな。エレキショックでとりあえず削るか。お、ヘルズローリング、ヘルズローリング結構好きなんですよね。オッケー、カウンターも無事。おっと、ドー、一番やばいのこれだったな。あ、やべ、ちょっと待って、シューティングバスターか。落ち着け、落ち着け。落ち着いて対応していけ。落ち着けばいける。多分。わかんないけど。落ち着いていこう、落ち着いていこう。慌てたらもうその瞬間に命が消し飛ぶと思っていい。一旦パネル取っといて、オーラないけど封刃打っといて。あ、ヘルズローリングカウンター取ればよかったな。ヘルズローリングは割とカウンター取りやすいんですよね。まあ、ただ、ちょっと当時の記憶なんで。今かなり実力が落ちちゃってるからね。うわー、どうしよう。あー、どうしよう。これで、これでいくか。オッケーと合わせ技しながら、とりあえずインビジ貼って。あー、間に合わなかった。わー、あ、でも OK。フルシンクロ状態には慣れたから。いけるいける。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。落ち着いていけ、落ち着いていけ。まだ言って、フォルデさん、第一段階だから。あれ、インビジ貫通だっけ。あ、ちょっと待って、待って、慌て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 て、オッケー、さすがエアホッケー。慌てた状態もなんとかしてくれる、助かる。フォルテ入れよう、フォルダに。かっけーな、フォルテ。貴様のダークソウルが、俺にさらなる力を得るヒントを与えてくれたようだ。新たなる力?俺はこの体をさらに深い闇に染め、新たなる力を手に入れる。絶対不敗の超絶パワーをな。まださらに強くなるってのか?より深い闇へ。待て!
ああ、ちょっとフォルダ考えないとな。より深い闇。ボルテが今以上の力を手に入れたら、俺たちの力で奴を抑えることができるのか？厄介な奴を目させてしまったな。間違いない。間違いないね。でもこれでフォルテのフラグは立った。じゃあ移動しますか。ここですね。闇の力が弱まった。まさか裏インターネット後の石像がなくなったのか。今なら5大暗黒チップの力でブラックアースに行くことができそうだな。ということで、ここから、今一瞬邪魔が入りましたが、ということで、ここから、わ、ものすごい闇の力だ。これ以上進めないよ。5大暗黒チップを集めて、裏インターネットのさらに奥深く、ブラックアース。ブラックアースに行きたいと思います。で、そこに行くためにはこのバグチャージとか5大暗黒チップ、5種類の闇のチップが必要なんですよね。それを手に入れるのがね、なかなかちょっとめちゃくちゃめんどくさかったりするんですけど、まあ、5大暗黒チップを手に入れに行きましょうか。で、1枚はもうレーザーマンからゲットしたっていうことで、次、一番厄介なエレンプラさんのやつですね。この、なんか、筒みたいなやつを、バスティングレベル S で倒した時にゲットできる、まあ、5大暗黒チップが一番手に入れづらいんですけど、フォルテさん、先ほどゲットしたフォルテさんを使えば、ランク S も夢じゃないんじゃないでしょうか。いけたっしょ。OK!OK! エレメントダークゲット。いや、フォルテマジで強い。いてよかった、フォルテ。これが一番厄介だし、一番手に入れにくいって言われてるんですけどね。もう、フォルテ様様ですよ、本当に。次行きましょうか。あとは、裏インターネットの試練を司る5人のうちの3人か、あとは。俺は5大暗黒チップの1つ、ブラックウィングを預かってるもんだ。フォルテの奴がこのエリアに来た時に、俺は奴の力で封印されちまったんだが、お前さんがフォルテの奴を追い出してくれたおかげで、こうして出てこれたってわけよ。フォルテを倒すと現れるんですね。礼と言っちゃあなんだが、ブラックウィングの試練を受けてみるか？試練を乗り越えることができたら、俺の持ってるブラックウィング W をやってもいいぜ。どうだ？やりましょう！じゃあ行くぜ。さあ、これも試練は普通にバトルっぽいですね。じゃあやっちゃいますか。あそこにヒールナビがいるってことは、これでラストっぽいですね。全部で10回戦あった。結構多いというかね、あの雲が本当にやばいんすよね。なんであんな雲いるの？本当に。あの雲が強えんだ、マジで。じゃあ一回これで、パネルスチールいらんかったな。あー、もう雲来た、もう来た、雲もう来た。ちょっと待って、本当にやめて。雲だけなんとかして。パプコンさん、雲だけ本当取り除いてください。雲を除外してほしい。で、インビジ貼っといて、とりあえず真ん中のメテオール一回邪魔だから倒しちゃうか。で、このまま投げて、はい、ナビ、ヒールナビも倒した。別にあんなやつは問題じゃないんだよ。これ雲なんだよ、やべえのは。動き早いよ。ちょっと待って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 。パネルスチールとかも使っちゃって、雲に専念できるようにしとこう。で、はい、インビジ貼っておいて、はい、ボーン一発、入った。はい、二発目、ボーン入った。はい、ここでロングソードよ。OK! いや、マジで雲が強い、圧倒的に。本当はよ、選ばれた闇の住人にしか試練は受けられないんだけど、お前様特別だぜ。ありがとう、特別扱いしてくれて。しかしまあ、表のやつでここまでやるやつがいたとはな。でも、雲の方が強かったけどね。じゃあ次行くか。次の試練はここだな。我は五大暗黒チップの一つ、村正ブレード好き、めちゃくちゃ好き。村正ブレードを司る者なり、そなたのおかげでフォルテの呪縛から解き放たれた。そなたには村正の試練を受ける資格がある。試練に打ち勝つことができれば、村正ブレード M を授けよう。村正の試練、受けるか？ぜひお願いします。覚悟は良いな。参る。また10回戦かな、これも。村正ブレードめっちゃかっこいいよね。すごい好きです。ヒールナビ来たんで、これでラストっぽいですね。じゃあ行きますか。とりあえず降りてきたとこでブラインド一発で、この辺でダメージ削っていこうか。まあ、2体同時はきついと思うんで、ここだけでもブラインドしておこう。あ、オッケー。これで削っていく。ただに、バルカンがあんまり当たんなかった。そう、もったいない。まあ、しゃあない。したら、これで、一旦エリアを奪いつつ、ロールちゃんの力借りて回復しながら行くか。したら、これで、あのマグマパネルは踏んでくれたら助かるから。うわ！踏んでくる。ちょっと待って待って待って、慌てるとこれコマンド入力失敗するんだよな。やらかしたわ。はい、これは避ける。そう、氷になってる。氷やだな。やだな、あれ。やだけど、右上氷になったのは、ちょっと助かるかもしれないな。
あいつ倒しちゃおう。オッケー。よし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 。あと1体。くそ。動きが素早い。よし、マグマパネルは消えた。さてと、残り1体だが、正面来た時にこれ、超高強化バルカンで倒しちゃおうか。正面来い、正面。正面、正面。正面来い。あ、そこ投げてるんだったら上行きゃいいか。よし！オッケー、バルカンで撃破。体力1111。面白いね。見事だ。よくぞ我が試練に打ち勝った。それではこれを授けよう。ありがとうございます。村正ブレード。村正系列すべて大好きでございます。このチップをどう使うかはその他次第だ。ありがとうございます。じゃあ最後の試練行くか。いたいた。これですね。わしは五大暗黒チップの一つ。ポイズンアヌビス！ポイズンアヌビスも大好きでございます。暗黒チップになったから4からなかなか使う機会なくなっちゃったけど。ポイズンアヌビスを管理するものじゃ、ボルテを倒したパワー、本物かどうか試したい。どうじゃ？ポイズンアヌビスの試練を受けんか？お主の力が本物ならば、わしの管理するポイズンアヌビス A を授けよう。A コードって結構優秀なの多いですよね。お主の力見せてはくれんのか？優秀なの多いっていうか安定してんのか？見せてみよう。お主の力をよろしくお願いします。これも10回戦かな、合計で。うわー、羊嫌い。ラスト来ましたけど、また雲がいますね。最悪ですね。なんでこんなに雲いるんだろう、このゲーム。本当にやめてほしい。とりあえず石像一旦襲いつつ、インビジかけて回して、これで石像はもう確定で壊せるからいいんだけど、別に。正直そんなに大差ないし、こいついてもいなくても。これいいんだけど、で、こっちもちょっと削っておきたいんだけど、今一発食らったね。でも残り40。雲残り40になったよ。かなり削れた。したら、雲先に処分できそうだな。雲を倒しちゃおう。雲を倒した後だったらもう他の人なんてね、もうちょちょいのちょいみたいな感じなんで。インビジもう一回怖いからかけておいて、雲を攻撃、よし！よし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 ！雲を先に倒した安心感半端ない。ほんと一番やばいからね、ロックマイクゼ4で。でんでんでんで。じゃ、これは避けつつ、あ！いい技持ってんじゃないの。ダブルポイント、からのフォル、お！最悪、避けやがって、こいつ。うわ、人がいい感じで決めようと思ったのに、避けよったな。ポイズンアヌビスの管理者、さすがでござるな。マジか、マジか、もうかっこよく決めようと思ったのにさ。いや、マジか、もう。もう、困るわ、こういうことされると。アタックプラス30はもったいないからな、さすがにこれで使うのは。はい、手前来い、手前来い、こっち来い。え、キリに来い。もうめっちゃ避けんだけど、この人。ねえ、なんでこんなに避けるの、君。ちょっと強くない、君。こっちのタイミング悪いだけ説もあるけど、十分。いや、それにしたって避けすぎじゃない、君。はい、また飛んでくるでしょ。はい、避けて。はい、もう一回飛ばして。はい、避けて。はい、飛ばして。いいよ。で、エレキショック当たった。オッケー。よし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 。どうやらお主がフォルテを倒したのは本当のようじゃ。しかし何よりも、お主の中に眠るダークソウルの強大さ。大きすぎる力は時に自らを蝕み、暴走へと誘っていく。フォルテのようにな。さあ、約束のものだ。嫌なこと言ってくな。ポイズンアヌビス、ありがとうございます。これでお主はまた一つ大きな力を手に入れた。お主がその力をどう使うか、楽しみに見させてもらうぞ。あー、でもおかげさんで、はい。五大暗黒チップすべて集まりましたよ。どこ行った？あった。村正ブレード、ポイズンアヌビス、エレメントダーク、ブラックウィング、そしてギガクラスチップのバグチャージ。なぜかバグチャージ一番最初に手に入れてましたが、謎ですね。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。で、次回ブラックアースに突入していきたいと思います。あと2、3パートかな、ロックマイクゼ4も楽しみにしておいてください。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。